ヤンコ・プルンクは、スロベニアの近代史研究者である。ドイツ軍占領下の主体エルスカ地方で、スロベニア中央部、セブニツァ近辺のロカプリジダネムモスツという小さな開拓地で生まれた。リュブヤナ大学を1966年に卒業し、1972年に修士号を取得。1976年には、スロベニア人解放戦線内における、 キリスト教社会主義運動とスロベニア共産党の関係について論じて博士号を取得し、物議を醸した。1984年と1988年には、アレクサンダー・フォン・フンボルト財団より、奨学金を与えられ、ケルンとフライブルクに留学した。後に、フライブルク大学で講師を務める。1966年から1995年まで、 ルブラナの近代史研究所と協力関係にあった。ルブラナ大学社会科学部教授である。プランクは、分析政治学、近代史、近代政治的構造の形成や、スロベニア社会、政治思想について発言してきた。また、19世紀末から第二次世界大戦に至る、政治運動、中でもスロベニアキリスト教社会主義と、スロベニア民族問題を扱った。 歴史書を表している。マインツのヨーロッパ史研究所の一員であり、また、ボンのヨーロッパ統一研究センターの上席研究員である。プルンクは、また、政治活動も積極的に行っている。スロベニア社会民主党党首を務めたヨジプチュニクを初期から支持しており、スロベニア民主化後、スロベニア社会民主連盟に参加した。民主党にも、 積極的に関与し、同等教育政策委員会委員長を務めたが、2008年、政府の私立大学優遇政策に反発して辞任。ヤネスヤンシャ首相に批判的になり、スロベニアのピュース付きにならんとしているとして、高圧的なリベラルだという。1992年から1993年に、かけて、ヤネスドルノーシェク首相の中道左派政権の下で、 国外スロベニア人及びスロベニア少数民族大臣を務めた。2005年にはディミトリー・ルペルガイム大臣よりスロベニア・クロアチア両政府によって設置された2国家の歴史的関係の研究にあたる歴史委員会の委員長に任命された。プルンクは350以上の論文と数編の著書を出版している。中でも A Brief History of Slovenia ヒストリカルバックグランドオブザ・リパブリック・オブ・スロベニアは、スロベニア近代史の基本的かつ総合的な一、書である。ありがとうございます。